プロローグ、カガト復活。長い長い眠りだった。神経系と循環器系の再生にこれほど手間取ろうとは。だがこれで私の体を構成する細胞は完全に復活した。科学によって死をも超越した私にとって全く消滅などありえない。私こそが神、万物の法則を司る絶対の存在なのだ。プロフェッサーワーシュよ、マサキ天使、そしてジュライ王家の者どもよ、覚悟せよ。お前たちは神である私に永遠の屈辱を与えた。暗黒の宇宙の深淵で再生過程の我が脳髄が見た甘美な夢、それはお前たちへの復讐。思い知るがいい、我が怨念を、そして神に抗いし自らの罪深さを。フフフ、お前たちはこれより真の地獄を見ることになるんだ。やはり。ワシュさん、そろそろ家に入らないと風邪ひきますよ。うん、天智殿か。寒い。みんなとっくに寝ちゃいましたよ。こんな夜中に何やってんです？庭に変なメカを持ち出したりして。望遠鏡ですかそれ？やだな、そんな怖い顔して一体どうしたって言うんです？惑星のガイアスペクトルに異変が起こっている。え？何です？私の観測に基づくデータが信じがたい兆候を示しているの。太陽系に何かが起ころうとしている。そう、とてつもない何かが。まさか。静かすぎる。え？風の音も虫の声も何も聞こえない。妙だとは思わない？そういえば確かに。待って、何か聞こえるわ。え？あ、本当だ。何この地の底から響いてくるような不気味な音波は。ああ、あれは何なの？彩花さんのいびきです。今朝は鮭の切り身にほうれん草に納豆か。困りますわね、ささみ。私の朝食はいつもスクランブルエッグにクロワッサン、オレンジジュース、それに新鮮な牛丼と決まってますのよ。牛丼？朝からよく食べますね。そんなの食べて胸焼けとかしません？お姉様、台本よく見て。そこは牛丼じゃなくて牛乳と書いてあるのよ。え？あ、ほんと牛乳ですわよ、牛乳この私が牛丼なんて食べるわけがございませんわいや、全然違和感なかったけどな。さあ、早く食べないとお味噌汁が冷めちゃうよ。いただきます。うん、なんだこの音は。え？あ、本当だ。あれは宇宙船だわ。宇宙船が墜落してくる。通りで変なお天気だと思った。うわあ、こっちに突っ込んでくるぞ。逃げろ。
生きてる。うちがめちゃくちゃだ。誰か出てくるわ。いや怖い。宇宙人かしら。あなたも宇宙人でしょ。清音だわ。この人が三星さんのパートナーだった宇宙刑事の清音。しっかりして。清音。三星もうまたよそ見運転でもしてたのね。あんたとちゃうわ。 あの大丈夫ですか。ありがとう。君は正木天智くんね。そうですが。それにプロフェッサーワシューも。よかった、なんとか地球にたどり着いたのね。私はギャラクシーポリスの清音一級刑事。あ、お噂は金金三好さんから。うわー、本物の清音さんだ。超エネルギー物質強奪事件の時は身を挺して宇宙を救ったんでしょ。そうだ、三星。あの時はよくもやった。落ち着いて清音、今はそれどころじゃないでしょ。ねえ、一体何があったの。実は太陽系に大変な危機が迫っているの。あのカガトが復活したのよ。カガトは既存の科学体系とは異なる魔法科学を極め、太陽系の惑星のガイアに邪悪の波動を送り込んで崩壊に導こうとしているの。ガイア？この場合のガイアとはいわば地母神、惑星の核ともなる霊的エネルギーのことね。太陽系の崩壊を防ぐ方法はただ一つ、特別な呪文エネルギー変換メカを用いて各惑星自体が持つガイアエネルギーを再生浄化する儀式を行わなければならないの。それも今すぐに。なるほど、それで私のところに来たってわけね。ええ、それだけのメカを作れるのはカガトを除けば宇宙にただ一人、ワシューさんだけですから。そりゃそうだろうね。ワシューさんは三星と一緒に地球に滞在中だというので、三星の相棒だった私がメッセンジャーとして派遣されたというわけ。まあそうだったの。また会えて嬉しいわけよね。こいつのせいで私はいつも貧乏くじ。何？それで途中カガトの攻撃を受けてやっとの思いでここまでたどり着いたの。大変だったわね。でも安心して、これからは私が一緒よ。それが一番不安なんだけど。これぞ天下の一大事。みんな今こそ一致団結して戦う時よ。うん、なんてったって太陽系崩壊の危機だもんな。それに相手がカガトと聞いちゃほっとけないやね。ねえねえ、その儀式っていうのはどこでやるの。宇宙伝説に曰く、古来より太陽系7つの惑星に神秘なる7つの温泉あり、これを称して太陽系7つの秘湯という。え、温泉でやるの。そもそも温泉というのは惑星の地脈に通じる生命の源泉なの。だから惑星のガイアエネルギーを浄化するための儀式はその星の選ばれた温泉で行わなければならないのよ。恐るべし7つの人となれば一刻の猶予もならぬ。私は早速呪文エネルギー変換メカの製作に取り掛かるとしよう。お願いします。行きましょう、宇宙へ。太陽系を救うため7つの温泉に入りまくるのよ。第一の秘湯、地球阿蘇原温泉。怖いよ。下を見ちゃダメだよ、ささみちゃん。なんなのよこれは。なんなのよと言われても見た通りの断崖絶壁じゃねえの。だからどうしてこんなところ歩かなきゃなんないのよ。しょうがないでしょ。富山県黒部は阿蘇原温泉こそ太陽系7つの秘湯のうちその第一の秘湯なのよ。冗談じゃないわ。立山ロープウェイと黒部ケーブルを乗り継いで黒部ダムから断崖絶壁を延々8時間。愛香さん落ち着いて。足を踏み外したらどうすんですか。どうす
ってそれ死ぬしか。危ない、俺の手を掴んで。気をつけなさいよ。それでなくてもこのコース年に 2,3 人は死んでんだから。うひつかないでよ、みほし。危ないじゃないの。そんなこと言わないで。ねえキヨネ、私たち死ぬ時は一緒よね。私はね、あんたをここから蹴り落としたい誘惑に必死で耐えてるとこなの。ほら、あいか。え、ごちょ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 、やめて。ごちょごちょごちょ。危ない。ちっ、惜しい。ちょっと涼子さん、あなた私を殺す気？うん。もう何やっての二人とも。あ、見えてきた。あれが阿蘇原温泉よ。やっと着いた。これからどうするんですの？決まってんでしょ、温泉に入るのよ。え、入るってまさか裸で？当然。ねえねえ、水着じゃダメ？温泉に水着は邪道ってもんだぜ。なんだ、せっかく可愛いの持ってきたのに。あんたたち何か考え違いしてるんじゃないの？我々は崇高な使命のため神聖なる儀式を取り行おうとしてるのよ。神の前に偽らぬ己の姿を晒す敬虔な態度が大切なの。何よその最後のは。はい、ダーキちゃん、こっちこっち。もうささみったら、もう入っちゃったの？そんなスパンパンで。なんて走ってない。どうせ CD だもん、見えこないんだからいいじゃない。またそんな身も蓋もないことを。しょうがないわね、これも太陽系を救うためだもの。さあ電池も早く入んなよ。あ、うん、うん、そんな照れてないで、いつものことじゃない。ちょっと電池様、いつもってどういう意味ですの？知りませんよ。みんな入ったわね。ではプロフェッサー、例のメカを。うん、これが呪文エネルギー変換メカだ。あ、そのメカなんかカラオケそっくり。似てるけど違うので、それを使ってどうすんですか？古来より下部音曲は神に捧げる儀式であった。このメカを使って一人一曲ずつ全身全霊を込めて温泉の中で歌を歌う。歌を？さすればそのものの精神エネルギーが地脈に呼応し、惑星の外野エネルギーを浄化するというわけだ。やっぱりカラオケじゃない。ただしこれは儀式を司る祭司、つまり歌い手の生命力を著しく消耗するため、一人一回しか歌うことができないの。温泉は7つ、私たちは7人。もしかしてこれが運命、いや宇宙の意志というものでは？そういうもんでしょうか。みゃーみゃーみゃー。りょうきちゃんかわいそう、数に入ってないみたいね。では私のまず見本に一曲。ああマイクの調子はいいみたいね。みんな心して聞くように。より素晴らしい、深くて軽減の霊
ア指数は標準時まで回復した。これで地球の浄化は終わったわ。次はいよいよ宇宙ね。よーし、領域。さあ行くぜ。早く乗った乗った。ちょっと待ってよ、行くって領域で行くのか。当たり前だろ。だったらどうして最初から領域に乗ってこなかったんだよ。もうあんな山道8時間も歩くことなんてなかったのよ。涼子さん、どうしてもっと早く気がつかなかったの。お前だって同じじゃねえか。どうして誰も気がつかなかったのかしら。不安だ、この先がとてつもなく不安だ。第2の人、月面モノリス温泉。うわあ、もう地球があんなに遠くなって。第2の秘湯は月にある。涼子、アポロニオスクレーターの南西10キロの地点に着陸しとくれ。あいよ、領域。さあ、着いた着いた。え、このまま降りるんですか。大丈夫、両王旗を中心に半径500メートルは特殊なシールドで包んであるから。ほんとだ、宇宙服なしでも平気だわ。あそこに見えるのが温泉ね。あら、温泉の真ん中に何か立ってるわ。何かしらあれ、真っ黒で大きなかまぼこ板みたい。あれはモノリスじゃないですか。これがあの有名な。ああ、見て、モノリスの下からお湯が湧いてるわ。そう、これぞ月面モノリス温泉なのだ。余裕ですこと。はあ、このモノリスが羊羹だったらいいのにね。よかねえよ。極楽極楽。お姉様ったら年寄り臭いんだから。ほっといてちょうだい。これがモノリスか。どれどれ、ちょっと触ってみよう。なんだこれ。自我の絶対的優位性は主観的温泉主義に基づいてのみ明白であるという観点から推論すれば、実存的温泉とは刑事上学的思考にとって極めて有効な場であると言えるだろう。ガーッ、どうしたんだ涼子、しっかりしろ。怖いよ、涼子お姉ちゃんの頭が良くなった。モノリスに触ったからだわ。って猿か私は。あら、ハマってたじゃありませんこと、今の演技。うっきー。じゃあちょっと試してみようか。涼子、棒と椅子を使ってこのバナナを。ほら、質問する前から食べるんじゃないよ。チンパンジーの知能テストやってんじゃねえよ。バナナ食っちゃったから言うな。こんな鬱陶しいかまぼこ板なんか一撃で。へっ。ああ、モノリスをぶっ壊した。ああ、粉々。ん、あ、こいつは意外にいいかも。はあ、リョコお姉ちゃんたらモノリスのかけらを軽石に使ってる。おお、赤がよく落ちるわ。モノリスで足の裏をこするなんて、なんて罰当たりな。ああ、どうでもいいけど、例の儀式の方はどうなったんだ。ん、あ、そうだった。じゃあ天地殿、お願いするわ。俺、頑張って天地兄ちゃん。では2番マサキ天地、ロマンの旅立ち歌います。
渡る空遠く遥かに一人望みて行くが男子のロマンさらば地球よ高き理想に乙女心花と散るらんはらりこぼれる君の涙拭いつ記憶正しく美しく知識を未練はあれど強く凛しくたくましく肩で風切る高校生君恋するなかれ島に二人並びてうつむきよりし君を今も忘れじ泣くな嘆くな振り返るな毅然と歩め与えたまえよ我に嘆願深くされど我が恋ガイア指数のメーターも十分これで月の浄化も終わったしうん早速次の星へさみんな急いではーい第3の秘湯火星赤湯温泉皆様右手に見えてまいりましたのが火星赤湯温泉でございます、ここ火星はオリンピア火山のふもとに湧き出るこの温泉は鉄分が多く火星と同じ赤色をしていることから火星赤湯温泉と名付けられました古来より文人墨客ゆかりの地として知られかの松尾芭蕉は赤き空湯気立ち上るバイキングのメイクを残しております。さあ着いたぜ。とっとと降りてくれ。あれここはなんか妙に懐かしい佇まいですわね。のれんに男とか女とか書いてあって瓦葺きの屋根があって煙突があってまるで銭湯じゃないですか。わーい、お風呂屋さんだ。とにかく入りましょ。いらっしゃい。
あなたは？わらわは火星のプリンセス。よくぞ参られたな、旅の者。あの有名な火星のプリンセスがどうして銭湯の番台に座ってんですか？それがわらわの務め。火星王家の者は代々こうして神聖なる火星の温泉を守護して参ったのじゃ。あ、そう。ちょっと入らせていただきますよ。あ、こら！土足で上がる者がおるかたわけ。履物はちゃんと下駄箱に入れんか。なんでしょう、あの態度。私を誰だと思い？私こそは由緒正しき呪来王家の大将。あえかさん、ここは一つ穏便に。分かってますわよ。ちょいとごめんなさいまし。こらこらこら、なんですの今度は。その方、ただで入る気か？まあ人聞きの悪い。お金くらい払いますわよ。いくらですの？1800円。まったかい。観光税、サービス税、その他もろもろ込みじゃからの。しょうがないわね。はい。確かにゆるりとくつろいでゆくがよいぞ。言われなくてもそうしますわよ。ちょっと待て。まだ何か？火星特産のヘチマはいらんか？安くしておくぞ。いらないわよ。なんなんでしょう、あの女。嫌な性格ですわね。なんとなくお姉様に似てるからじゃない？冗談じゃないわよ、ささみ。どこが似てるっていうの？すいません、比率牛乳ください。そんなのは上がってから飲め。おお、ヘルスメーターがあるぜ。おい、あいか、ちょっと乗ってみろよ。あ、やめてちょうだい。ちょっと、そんな恥ずかしがらないでさ。あ、押さないで、そんな無理やり。あ、わー、すっげー。なんきろなんきろ、聞いて驚くなよ。いいのです、忘れてわー。ほら、脱衣場で騒ぐじゃない。はぁ、ここは男湯と女湯が分かれてて助かりますわ。本当は残念なくせに。そうなのよ、天地様の裸ってとっても。で、あんたと一緒にしないでよ。さあ、今度は誰が歌う？はい、私決まってるじゃない。お黙りなさい。ここは呪来王家第一王女たるこの私の出番です。私の美声で番台に座っているあの女に本物のプリンセスの貫禄というものを思い知らせて差し上げますわ。はいはいはい、じゃあさっさとやってね。はい。ああ、思いよこせば1枚目の CD で天使様とデュエットして以来のカラオケ、私存分に歌わせていただきます。残念でしたってこと。冗談じゃないわよ。おしゅうさん、もう一度お願いします。でもね、今ので火星のガイアは浄化されちゃったみたい。今のでって、だってたった一言しか言ってないじゃないの。いやー、さすが本物のプリンセス、一言にそれだけのサイコパワーがこもってたのね。そんな納得できませんわ。あまねく宇宙の人々には私の美声を聞く権利があるはずです。あ、でももう十分だから。いいんだけど、ちょっと、もう帰って帰ってよ。よく帰って行ってたから。風呂場で騒ぐんじゃない。第四の人、木星奉仕温泉。木星だけあってヒノキ風呂なのね。群馬の奉仕温泉を思い出しますわ。ではここを木星奉仕温泉と名付けましょう。さてと、今度は誰が歌う？ああ、私私ですわよ。なんでだよ、おめえさっき歌ったじゃねえか。あんなの歌ったうちに入りませんこと言う。あ、話せよこの。ひー、あなたこそお話しなさい。喋った。このメカは精神波を音声エネルギーに変換する。
だからこのマイクに向かって入力すれば両王旗の脳波が普通の声に変換されるというわけだ。解説の和州さんでした。よかったね、両王旗ちゃん。さあ、今のうちに歌うのよ。このメカは大量の生命エネルギーを消耗するって。安易にハモったりするとこうなるのよ。ささみちゃん、しっかり。デジ兄ちゃん、なんだい。地球に戻ったら一緒にカラオケに行こうね。くっ。やつらめ、木星まで来よったか。なかなかやるではないか。だがそれもここまで。この先には私自らが仕掛けた地獄の罠が待っておるのだ。貴様らは二度と地球の土を踏むことはないだろう。人、土星別府温泉。
クリスマスだから何でもできる、ご利益が舞い降りる、酒が切れるまで違い保険、地獄の窯が開く。いやどうもどうもおい、あやか、何見てんだ？いえね、この和州さんのカラオケ、じゃなかった、なんとかメカですけどね、なんと採点機能までついてるんですのよ。え？涼子さんの点数はっと。あらまあ。あ、見るなよ。なんだよ、その笑い方は。いえ、別に。この、自分が歌えなかったからって。ちょっと、何なのあの二人は。ああ、別に気にしなくていいよ。はあ、私たちみたいに仲良くしてくれればいいのに。ねえ、キヨね。私はできればあんたと仲良くしたくないの。それはそうと、この温泉変わってますよね。土星だけあって土風呂だもんね。別府の明晩温泉を思い出しますわ。では、ここを土星別府温泉と名付けましょう。ほれ、ねえねえ、何この丸い輪っかは。ああ、それは土星の輪にちなんだ名物のお土産でね、こうやって腰で回して遊ぶわけ。ああ、フラフープね。そんなのよく知ってましたね、彩香さん。それって東京オリンピックの前の話じゃ。すごーい。しまった。墓穴を掘ったな。あなたでしたか。全国フラフープ大会で1位になったという小学生は。そんなわけあるか。ビール冷たいビール、温泉の中で冷たいビールはいかが。こいつはいいや。おい、缶ビール頼む。へい、毎度。おじさん、こっちもね。私ももらおうかな。へい、ありがとうござんす。はあ、私も喉が渇いちゃって。私も。へい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 、もう行さんありますせ。あれ、おじさん前にどっかで会わなかった？ああ、そういや、私もどっかで。ああ、人違いっすよ、人違い。私たちはれっきとした初対面です。絶対に。そう？ほら、電池も飲むよ。いいよ。付き合いってもんがあんだろ。ほら、しょうがないな。ああ、ささみもなんか欲しいよ。ほら、お嬢ちゃんにはアイスクリームがあるでよ。バカめ、何も知らずに。そのビールとアイスクリームには強力な睡眠薬がたっぷりこと入っているのだ。貴様らが泥の温泉の中で泥のように眠りこげている間に、太陽系はバランバランになるというわけだ。さあ、飲むがいい。飲んで、すっきり地獄の世界へ。いやー、温泉でビールってのは最高なんだよね。キャー！プッタッペ！もうこっちにかかったじゃないのよ。あ、わりわり。あなた、わざとやりましたわね。そっちがその気なら。うわっ、やったな。わざとシャカ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 缶を振り上がって。許せないよ。やめなさい、二人とも。やめて、あんたったらもう。ああ、ビールが全部こぼれちゃった。こんなところで取っ組み合いなんかして。これじゃあドロレスね。あ、それちょっとエッチだ。いくわよ、ウォーリアーローリングソバット。ウォーラーと、おお、いきなりの大技。これは両者とも燃えている。どうですか、解説の和州さん。そうですね、これまでの遺恨もありますからね、気合が違いますね。ぬがーぐー。おお、アイカのヘッドバットが炸裂した。アイカ優勢。
この選手は切れると怖いタイプですからね。この土星特設リングは血素渦巻く土星の大気にも似て闘魂にえたぎる灼熱のコロシアムと化しております。うまい、彩香が寝技に持ち込んだ。なかなかのテクニシャンですね。これは見応えがあります。うらうらうら、グリ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 。おーっと、涼子の狂気攻撃だ。涼子が栓抜きで彩香をグリグリしちゃってる。これは痛いですよ。よっしゃー。お、彩香が涼子の腕を取った。再び形勢逆転か。この試合まだまだ予断を許しませんね。すごい熱気だ。いや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 、興奮しますね。わー、シューさん、ビールあるけど飲みます？あー、くれ、すいません。あ、寝ちゃったよこの人。フライングボディアタック。第六の人、水星、水上温泉。皆様、長らくお疲れ様でございました。こちらが水星水上温泉、水星水上温泉でございます。お降りの際はどなた様もお忘れ物のなきようお気をつけください。わーい、私が一番乗りよ。どうしたんですか三好さん。これも太陽系を救うためなんだから。思い出したように言うんじゃねえよ。ごちゃごちゃ言ってないで入るの。ちょっとんじゃねえ。冷たいよ。効くな。ほらほら、もっと肩までよく使って。さてと、清音殿には第七の温泉で鳥を務めてもらわなくちゃならないから、残るは三星殿一人ね。こんなところで歌うんですか。いい、ちゃんと気合を入れて歌わないとダメよ。でないと彗星のガイアが浄化されないんだから。とほほ。ねえねえ、キヨネ、デュエットお願い。早く、私一人じゃ。ああ、もう。
やつら第6の儀式を終えたようだな。それが最後の歌になるとも知らずに、先ほどは思わぬ不覚を取ったが、今度はそうはいかん。貴様らの旅はここで終わるのだ。ああ、やっと終わった。さあ早く出ましょう。これはこれは、先客がおられたとはの。 おじいさん誰？ああ、わしかの。わしは毎年ここの温泉に湯治に来ておるただのじじいじゃよ。湯治って、あの、この温泉は。おじいさん、前にどっかで会わなかった？そういえばあんた、死んだばあさんに似とるの。じゃあ、ちょっくらごみなさいよ。あ、あの、ちょっと。だから水風呂だって言おうとしたのに。ツンツン、びっくりともしない。心臓麻痺かしら。何万ダブ何万ダブ。第7の秘湯、金星小金温泉。はっはっはっ。次はいよいよ最後の秘湯、金星小金温泉ね。ん？ちょっとみんな、聞いてんの？聞いてるけど、死んでます。氷点下173度の水星で水風呂に入って、風邪ひかない方がどうかしてますわよ。なんたって、涼子さんだって風邪ひいたくらいなんですからね。そうだよ。私だってひいたくらいなんだぞ。ってどういう意味だよ、そりゃ。あっちゅい。あの、生きてる方が不思議なんですけど。おのれ死ぬという連中だ。だが、私の命に代えても儀式を成就させてなるのか。我に秘策ある。金星こそが貴様らの墓場となるのだ。ふっ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 。あ、着いたぜ。はあ、雨が降ってる。金星表面の大気圧は90気圧。大気の 96% が二酸化炭素で、常に硫酸の雨が降ってるの。じゃあ、傘をささなくちゃ。それ。コンビニで買ったビニール傘を硫酸の雨にさしてどうする。そんなに怒んなくたっていいじゃない。さあ、ここが金星小金温泉だよ。すごい、全部金ピカだ。黄金風呂ってわけね。寒い寒い、早く入って温まりましょう。
ったら鼻垂らしてやんの。あなたもでしょ。水風呂は効いたからな。はあ、りょうきちゃんのおひげもカチンコチン。ようこそ金星小金温泉へ。あ、おじちゃん誰？へいや、あっしゃここの三助でして。あんたどっかで見たような。いやすお客さん、またそんなこと言ってあっしゃくどくってんでしょ。それどうす、取れたての金星ガニでさ。お、こいつは私の好物なんだよ。温泉でカニ料理か。身が締まっててこれなかなかいけるよ。うん、ここはなかなかサービスがいいですわね。え、それはもう。ねえ、金星ガニって昔地球を侵略に来たこともあったんでしょ。それが涼子にバリボリかじられるとは哀れな末路ね。三助に化けるとは我ながら天才だ。背中を流すふりをして隙を見てこの毒薬を注射してやる。あのおじちゃん、注射器持ってなんかブツブツ言ってるよ。危ねえ親父だな。え、おじゅうさん、お背中をお流ししますぜ。ああ、結構です。これが足の仕事なんで。結構ですってば。ああ、まあそう言わずに。手が滑った。ああ、もうどこ触ってんのよこの変態。なんだこの地響きは。大変だ、金星が崩壊しかかってる。一刻も早く儀式を。さあ、キヨネ殿お願いします。はい。三好と一緒に歌ったせいだわ。ごめんなさい。もう一度二人で歌ったら。いや、それでも全然足りない。水風呂で風邪をひいたせいでサイコパワーが大幅に落ちてんのよ。じゃあ一体どうすれば。方法は一つ、私たち全員が残った生命エネルギーを振り絞って合唱するしかない。でもみんな風邪ひいてんですよ。全員のパワーを合わせても必要量に達するかどうか。だがそれでもやるしかないのよ。うん、これは絶好のチャンスだ。全員の歌に紛れて私も邪悪のエネルギーを送り込んでやる。いいわね、みんな始めるわよ。
ちょとお客さん困りますよ、そんなに風呂場で騒ぐなんて出てってもらいますよ。なんだよくどくど言うなよ、野暮だねたまにはいいだろう。お前もこっち来て飲みなよ、さあさぐとやれよ。お客さん、ちょっとお客さん、無理やり飲ませないで。ほれほれ遠慮しないで。地響きが収まった。やった、成功だわ。これで太陽系は救われたのよ。みんな大丈夫？なんとか生きてますわ。もうヘロヘロ。さあ地球へ帰ろう。しまった、うっかりハモってしまった。サンスケさん、ツンツン、びっくりともしない。生命エネルギーを使い果たしちゃったのね。何万ラブ何万ラブ。エピローグ。新たなる旅立ち。ああ、やっぱり地球はいいな。まったく大変な旅でしたわね。私渡りしちゃってフラフラ。俺もまだめまいがするよ。生命エネルギーをあれだけ絞り取られたんだからね。私は水風呂の風が抜けなくて私なんかもうお肌がすっかりふやけちゃって。ああ、それ前からブヨブヨだったじゃねえか。言うと思ったわよ。あなたこそたまに風邪ひいたからって見え張らなくてもいいんですのよ。何を？ただいま。あら、お帰りなさい。お使いご苦労様。ねえねえ、商店街でお買い物したら福引券もらったの。それでね、なんと
サミちゃん、さすがにそれはもう。やっぱり涼子さん、この前銀行でもらったタオル、あれどこだったかしら。そこのタンスの下から2番目だよ。ビール忘れないでくださいね、旅館で買うと高いんだから。分かってるって。おい、ドライヤーはそっちのカバンに入れてくれよ。あいよ、これあなたの歯ブラシじゃないの。おう、サンキュー。あの、お姉さま、一体何やってんの。ささみ、ぼさっとしてないでさっさとしたください。あの、ひょっとしてまた行こうってんじゃ。当然ですわ。ねえ、ほんと懲りない人たちですね。とか言いながら時刻表を見るんじゃない。じゃんじゃじゃーん。ねえ、見て見て見て、あたしの新しい大発明よ。和州さん、名付けてここ掘れ温泉探知機。何ですかそれは。これを使えば全国津々浦々未発見の温泉を思うがままに掘り当てることができるのだ。ねえねえ、キヨネも一緒に行くよね。ね、これも話せ。私は宇宙へ帰るの。そんな冷たいこと言わないでさ。ねえねえ、話しなさいってば。温泉なんかもう行かないわよ。いいもん、キヨネのカバン隠しちゃうもん。小学生かお前は。ささみ、ちゃんとガスの元栓は閉めた。戸締まりは大丈夫ね。あえか、忘れ物はねえか。はい、では参りましょうか。おお、やれ